藤田琴とめは、福岡県福岡市出身の霊感占い師。別名は、藤田琴とめとも。本名は、藤田東和子。1938年、福岡県福岡市に生まれる。幼い頃、両親が離婚し、父親と生き別れる。太平洋戦争で実家が空襲にあったため、知人を頼って、各地を転々とする。9歳の時、ハワイの狐が憑依し、 霊感を得たという。1950年、小学校6年生の時、産業経済新聞の社会面トップに奇跡の少女現る、マリをつきながら、何でもズバリと飲み出しで、占いがよく当たる少女として紹介された。この当時は、ことどびめと名乗っていた。産経新聞の産経ビルの中の一部屋を与えられ、経営人に可愛がられる。昭和30、40年代にも、 霊感を持つ占い師として、雑誌やテレビで取り上げられた。岸信介、福田武雄、松下幸之助長野賢治などの政財界の大物を顧客として、財を成した。日米安保条約の成立と、岸信介首相の退陣、秋人新郎の結婚、牧世紀暗殺事件、中恩来中国首相の死などの予言を的中させたと言われる。また、 学生時代の大貞春に対して将来野球で大成功を収めると占った逸話も特に有名である。1961年、不動産業者と結婚するが3年で離婚。1968年3月13日に名目上の経営者となっていたサウナが火事で死者を出す。惨事となり、経営者責任を問われ。 刑事裁判で1974年6月25日に業務上失火、同化し地資材で懲役10ヶ月執行猶予3年の有罪判決が下された。これらのことからマスメディアからその占いの能力について疑問を投げかける批判が起こり、応援してきた年配の有力者たちも離れていった。1970年代にハワイに移住する。 1994年2月23日、ハワイの高層マンションで射殺された。謎の多かった彼女の人生については、実定の藤田洋蔵が、次女、東亜こと、洋蔵、藤田こととめの真実において、詳しく語っている。このほか、吉田健一対談修正に、幽霊は生きているのタイトルで、吉田健一との対談が収録されている。ありがとうございます。